知らない心です。イエーイ、スーパーに売ってる商品の中で値段当てゲームをしようということです。やったー、どんどんパフパフ。私たちが実際に見たことあるやつの商品がどんどん並んでくるので、それを値段順に並べていこうっていう感じです。はい、はい、正解できたら何かあるのかな。正解できたらユニランドを貸し切ってくれると。マジめっちゃ頑張ろう。すごい景品。正解できたら差し上げます。あみんなでやっていきましょう。あー、え、美味しそう。俺も1回は食べたことある気がする、うん、ある。3個パックは140円ぐらい、180円とかだっけ。確かに、そう、安いね。え、これ食べたい。いいよ。え、ほんと食べていい。高いイメージ。え、これ高いよね。なんとなくここがこれなのかなみたいな。残念、こっちのこっちじゃない。こイメージわかるわかる。現在イメージ。うんうんうん。私絶対牛乳プリン。待って、カロリー見ようよ。カロリー比べようよ。牛乳プリン。これ80にカロリーじゃん。108です。だからこれカロリーだけで言うとね。え、すごい。こんなんだったっけ。めっちゃかわいい。楽しんでるって書いてある。ここだけ知ってる。プッチンプリンのカロリーは200いくつですか。え、大満足は。ゼリーの。ゼリーかな。でも絶対目玉高いよね。果実入ってるから高いイメージありますね。え、じゃあ果実入ってるよ。確かに。すりおろしながら。四角じゃない。四角じゃない。四角か。じゃあこれもある。あるある。そのカロリーだと。あるある。じゃあ牛乳プリンは一番安いにします。これ決定で揺るがなさ。じゃあ大満足みかん。こちらは大満足みかんのゼリーはこの4つの中で一番高いに決めました。あと、ここ全然わかんない。全部買わない。ダメじゃん。普通のプチンプリンがいくらぐらいでしたっけ。それのビッグだから、それは倍というか 1.5倍。 1.5 ぐらい。150円。でもいい勝負だから。いい勝負ですね。ほんといい勝負だと思う。ヨーグルトって手を出しやすいからつい買うんだよね。なんかサラダとか。確かに。じゃあこっちですかね。どうなんだろう。じゃあ私責任持ってこれ。私担当する。じゃあ私こっち担当します。はい、2番目に安いのがこの朝食リンゴヨーグルトです。はい、そして3番目に安いんじゃないかなと思われるのがプッチンプリンのビッグサイズにします。そしたらスタッフさんに答え合わせ。うわ、めっちゃ皆さんよろしいですか。はい、大丈夫です。大丈夫です。 FA です。一番安い。はい。ごめんなさい。あー、待って。牛乳プリン。うわー、やはり。よかったー。あったか。これいくらですか。129円。結構高い。108円とか言ってたのに。うん、100円ぐらいだった。結構でも誤算だね、うん、ここから。続いて一番高い。お、高い。あ、びっくりした。みかんゼリー。あらー、え、これはこちらみかんゼリーが205円です。あ、いいよ。でもそれくらいじゃあ、この辺が。じゃあ、もう2、3で言ってきますね。ヨーグルトプリンで合ってます。でも正解です。すごい。ヨーグルトが136円で、プリンが151円です。あー、結構キンキン。やっぱ 1.5 倍ぐらいなんだ。確かに。ビッグはね、ココロちゃんの読みがすごいね。ファインプレイ。罰ゲーム回避。回避。まだね、2巡目がありますからね。一番安いプリン。でもきっと味はね、美味しいよ。うわ、美味しそう。ちょっと固めだ。あれ、見えてるかな。やっぱ食番組みたいな。うん、うまい。めっちゃ甘い。シンプルで美味しいよね。うん、甘い。私はリンゴが四角く入ってますね。ゴロゴロ。ゴロゴロ
味しいよね。うん、うん、朝ごはんの味がする。朝食リンゴヨーグルトだからね。朝に食べるやつの気がする。じゃあ吉田山は、うん、これ早食い対決で分かる、うん、負けた因縁のプチンプリン食べます。上向きでプチンするとプチンしたら後ろが垂れない。え、嘘、穴開いちゃう。本当だ、知らなかった。なんでプチンしたことなかったんだ。すいません、食べます。え、この蓋のね。めちゃくちゃ世間を知らない感じがいい。うちの家洗い物増やすのめんどくさいって言われて、うん、プチンさせてもらったことない。え、違う違う、させてもらってなかったら下は折らないじゃん。だから折ってみたかったの。折ってみたかったの。折ってみたかったの。折ったの。出てきちゃう。吉田山ちょっとアホ疑惑が。まあどうぞどうぞ。この後やだよ。じゃあ私は大満足みかん、本当にみかんの実が丸々。出てないでしょ。食べないでしょ。私みかん大好きな、でもこの冬初みかんになります。おいただきます、うん。ちゃんとみかん感がある、うん、手軽にみかんを味わえる感じがして美味しい。大満足。すごい、ちゃん食べてる。ほんとだ、素早い。美味しい。スピードスターじゃん。食べれるもん食べて。ごちそうさまでした。入ってるもんね。入ってる。全然わかんない。でもそれで言ったらじゃがりことコアラのマッチはおもむろに入ってるから。おもむろは全然違う。チョコ同士ではない容量で戦えそう。 36g の2袋だから70とかぐらいで。これも70。食べちゃうのかな。すぐ食べよう。あ、でもココロちゃんが食べるって言い出したから、ね、じゃあ分かりました。じゃがりこのがもし間違えたら私が乗ります。あ、来た来た来た。あー、マジで。いいね、やっぱさっき甘いもん食べたし。そう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 。はい、じゃあちょっと私が開けてね、テイスティング、テイスティングして、篠崎テイスティングタイム入ります。入りますよ、うん。なんかまあ見た目もね、まあいつものじゃがりこですね。どんな感じ。どうどう、おいちおいちだね、かわいい。いくらの味がする？120〜130円じゃないですか。え、でもそんぐらいのイメージ。そう、わかる。30〜40。うん、決めてよ、こぐらちゃん。一番の味がします。じゃあそうしよう、そうしよう。じゃあこれ決定しようよ、うん。じゃあこれは私が責任を持って一番に置きます。じゃがりこは一番安いと思います。じゃあ私動物占いコアラだからコアラの味責任取るね。責任コアラなの。うん、そこかな、やっぱ。はいはい、はい、ということでコアラのマッチは2番目に安いに決定します。じゃあつんこちゃん4番やります。どっちでもいいですか。はい、全然それで大丈夫です。じゃあ私が責任を持って3番目にトッポが安いと思うことを決定します。思うことを決定します。常に揺れてる。心が揺さぶられてる。よし、じゃあ私は一番高いのがタケノコの砂糖、うん、癖になる美味しさなので一番高いです。はい、決めました。決めました。どのパラメからいきますね。はい、はい、タケノコの砂糖。おーへー、怖い。高級菓子。次どこ聞きたいですか。じゃがりこ聞きたいです。じゃがりこ4、1、2、3みたいな感じ。123で。怖いんだけどね、めちゃくちゃテイスティングしたからね。では発表します。一番安いのかな。1コアラ、2ザガリと3トッポです。やー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 。いくらいくらですか。コアラのマーチが108円、ジャガリコが149円。そんな高いのか。そんな高い、そんなに安いの。163歳のタケノコが214円。高級菓子。はい、ということでね、篠崎さん、目が開いてるから。動物占いコアラの人。誰だ。うん。はい。さあ、罰ゲーム。はい。来たよ。2人
りにお届けされたよ。量不平等すぎない ね、覚えてる、ね、食べたら、うん、その分まあ間違ったらってスタッフさんが言ってたらもう忘れちゃったの。食べてない食べてないって言ってるけどもう動画が止まってるとこずっと食ってたよなんかさ、濃いのと薄いのみたいな、どっちがいいですか、さきみさん。どっちも嫌だかな最初でしょ、最初でじゃんけん、はい。え、ちなみに希望を聞くと、こころちゃんはどっちがいいの？一気にいけるからこっちの方がいいかもしれない。じゃあ私こっちに。それがしたくて聞いたの。いいね。わかりましたよ、いいです。すごい、めっちゃいい顔してる。大悪党の顔してる。そしたら、はい、覚悟完了って言って飲んでください。でも別に、匂いはなんか普通のジャスミン茶みたいな。確かそんなにちょっと濃いかな、うん、ほら。じゃあ、いきます。はい、乾杯、関根さん。乾杯。純粋なこの水分量飲むだけでもちょっと辛いよね。あ、これやばい。嘘。もう、すごい嫌なんだけど。やだ、やだ。私たち、先に応援会です。応援会です。うざすぎる。うわー。あ、飲んで、飲んで。それではまた次回、さようなら。バイバーイ。